月に1回ローリングストックで使った分を補充してるんですけれども、今月の分ですね、今月はコンソメは2025年1月まで使えるものです。そしてふりかけですね、ふりかけもご飯だけだとなかなかあれなので買っているんですけれども、これは2024年の7月まで使えるものです。そして味噌ですね、味噌こちらの方は2024年の1月までですね、半年ぐらい持つものです。そしてのど飴ですね、のど飴これもいつも購入しているんですけれども、2024年の5月までですね持つものになって、こちらは3つ買っています。そしてチョコレートですね、チョコレートについてもこちらは2024年の5月まで、これが2つですね。そして缶詰のクリームマッシュルーム、これいつも使っているものになるんですけれども、2024年の11月まで持つものですね、これを2缶。そしてこれが鰹節ですね、鰹節も調味料としてよく使っていて、2024年の6月まで持つものになります。それから普通の酢についてはこれは2025年の7月まで。そしてレモンですね、レモンの汁こちらの方も2024年の3月まで使えます。そして缶詰コーンクリームですね、コーンクリームについても2026年、これやっぱり缶詰だと長いですね、コーンクリームを2つ。そして寒炭酢についても2024年7月まで使えるものを購入しています。そして油ですね、油については2024年の10月まで使えます。それからホットケーキミックスですね、こちらの方もいつも購入していて2025年1月まで使えるものですね。そしてみりんについてはこれは2024年12月まで、これを2本、今回はちょっと多かったです。そしていりごまですね、いりごまもよく使ってまして、2024年7月まで使えます。そして砂糖ですね、砂糖こちらの方は賞味期限ないので毎月少しずつ買っています。それからわかめスープですね、わかめスープについても2024年の5月6月まで使えるものですね、こちらを2つ買っています。そしてご飯と一緒に炊くもち麦ですね、もち麦も1袋、2024年の6月まで使えるものを購入して、そしてこういう食卓テーブルの除菌シートですね、こちらの方も購入1つしています。そして2リットルのペットボトル6本入りの水を2025年7月まで使えるもの、これを2箱を購入しています。ということで、こちらの内容がもし参考になったっていうことであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると励みになります。それではここまでご清聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。